アメリカのね、秘密施設っぽいなんかいるね。いるね。なんだこれ、警察の帽子。32口径タバコ。ホワイトハウスイーストウィン。うわ、これなんか電車がこっから出るっぽい感じのとこじゃないか。でもなんか埋まってんだな、ごめん。アダムス空軍基地に行くには何？あ、アダムスエアフォースベースって書いてあるね。だからこっからアダムス空軍基地に行けるってことかな、こっから。よし、あ、もう着いちゃうのかな。いや、そんなこともねえか。そんなうまくいかないか。あそこでハマってんのか、あいつ。あ、来た。いやー、なんか強そうだね。これ頭効くのかな？頭じゃないような気がした。ちょっと待って、パールスグレネード。いややっぱパルスグレネードはちょっと効くのかな。なんかガラクタがいっぱい。うわあ。ちょっと待って。よしよし。ちょっと待って。パルスグレネードね。よいしょ。ほら、パルスグレネードに使えばね、かなり軽くね、倒せる。さあ、こっちは行き止まりかな？あら、なんか、ドアがある。これ何これ？あれに乗っていくわけじゃないのかな。はい。あ、弾がいっぱいある。やった。利用しやすいよっていうのが分かんないけど。うわ、タレット。届くかな？えいっ。届かん。ただ、タレットはぶっ壊れたのかな？ブラザーストがまたやった。ウエストウィンク。ここはぶち壊れてる。うわ、ははは、怒るなっていうのね、攻撃してるんだよ。もうね、最後に使う場所かもしれないから、これをなんか面白そうなとこに来たぞ。メンテナンス部門ターミナル。なんだメンテナンスって。うわ。なんだこれ。
さあ、ここからは上がれないので、こっちまっすぐ進むしかありません。うん。警棒。これ警官だね、どっからどう見ても。死んじゃってるの。ほら。なかなか。うん。こっちか。タレットがあるの？そこか。ボガン。とりあえず壊しとこう。警告。権限のない方は大統領専用メトロに乗車できません。これか。本ワークステーションにアクセスして身分証明はできないけどね。うん、とりあえず。話すマーゴットって、これ AI か。警告、重大なセキュリティ違反のため、うん、いや、本システムは非常事態にあります。セキュリティ侵入者を排除するってどういうこと？ローカルアクセスの ID をチェックしています。怒られそうな感じで。 ID は ID がねえ。本アクセスポイントは権限のあるものの使用可能。ID を探せってことね。おっと、スピーチ、セキュリティパラメータ向かうか、現在のユーザーに最高権限設定しよう。なんかね、まあ、コンピューター相手ですからね、この2つ、ちょっとこれで 40% はちょっとね、あれなんで。お待ちください。パラメーターは無効となりました。取り扱い許可。ご用件は何でしょうか？簡単だな、お前な。セキュリティ違反って何？情報をサーチします。どのような情報が必要ですか？違反というのは何でしょう？校内の視覚センサーが南東のトンネルがあるエリアに多数の不審人物がいることを知っています。南東のトンネルがあるエリア。彼らはメトロ内の装置を破壊し、我々のセキュリティユニットとの対話を拒否しました。それ我々の話？そのため米国安全規定A567B に我々のことじゃなくて、それ我々のことじゃないんだよ多分。そのエリアのセンサーは損傷を受けています。耐熱がなく致死量の放射能を排出するということしか分かりません。まあ、光し物とかそういうやつらかな。体温がないって言ってる。我々の話じゃない。本システムは多数のセキュリティロボットを動員可能です。うん、先の違反により現在までに 22% に当たるまだロボットが消滅されました。まだ 80% ぐらいあるわけ。アダムス空軍基地行き路線のメインパワーリレーが一つ、メインヒューズの強制除去により使用不能になっています。うん、メインのセンチネルユニットの交換部品はありますが、違反が解決するまで安全上修理はできません。まあ、なるほど。じゃあ倒さないといけないよね。修理できない。いいえ、アダムス空軍基地への路線は現在修理不能です。オプションなのに。セキュリティ違反への対処が終了しましたら、ステータスはグリーンに戻り、センチネルユニットによる修理を許可します。情報をサーチし、アダムス空軍基地行きの路線は南東のトンネルにおけるセキュリティ違反のため現在利用不能です。違反は路線上にも損害を及ぼしたため、ご利用再開には修理が必要になります。なるほど。その路線の最後の利用記録は約200
200年前、戦争の前ですね。本施設への重大な損害が検知されてから安全上使用不能となっております。エンクレーブ申し訳ありません。エンクレーブの記録はメモリに存在しません。エンクレーブじゃないかもしれないですね。体温がないっつってもね。無理です。すべてのセキュリティユニットは無理です。稼働中です。しかし、本システムに正しくアクセスをしたため、あなたは同ユニットからこれ以上攻撃を受けることはありません。警戒ロボットはもう攻撃をしてこないということでしょうかね。情報をサービ、名前は何かの略か。マーゴット、メトロオーソリティ、オーソリティ、ラビット、ガバメンタル、トランジット、適当につなげたっぽい感じです。私の主要機能は、大統領専用メトロのシステム保全と、乗客すべての安全を保障することです。私は大統領専用メトロ内に、2065年4月14日に設置され、午前5時20分に起動しました。その稼働開始日以来、ずっと主要機能を果たし続けています。すごい。連絡システムが分断されたため、現在または過去に起きた出来事には通じていませんが、問題が起こったことはわかります。しかし、私が稼働している限り、私への命令は有効なままです。あなたが提供した情報に基づき、私のメモリを修正します。その情報は、あなたがすでに提供した情報と一致するようです。私が提供した情報ってどういうこと？そのような出来事があったとしても、私の主要機能は変わりません。私のコアとなる CPU と論理装置は独自の思考と学習が可能となっています。しかし私の主要機能は他のいかなる機能よりも優先され、私が任務を遂行できなくなるまでそれを果たし続けねばなりません。本件におけるあなたの関心を評価し、メモリに記録しておきました。なるほどね。大統領専用メトロのシステム状況報告、セキュリティステータスの報告、現在のセキュリティステータスの報告、システムの自己診断レポートが閲覧可能です。自己診断レポート、現在キャパシティの 78% が機能しており、作動パラメーターの許容範囲に十分収まっています。以下のシステムは作動不能か損傷を受けています。地表視覚システム、ホワイトハウスと警察署への連絡用アップリンク、さらに内部センサーの一部に損傷があり、データラインの多くが切断されています。本複合施設は多大な損傷を受けており、全キャパシティの 22% しか機能していません。アダムス空軍基地トンネルのパワーリレー用メインヒューズが強制的に除去されており、システムに損傷を与えています。本システムのメンテナンスはセキュリティ違反のため現在不可能です。地表へ通じるドアが開放されており、外部のセキュリティ防御のレベルが落ちています。南東のトンネルで大きな違反があり、セキュリティユニットが現在対処中です。よし、じゃあね、分かった。とりあえずオプションのね、言ってるところのセキュリティ違反、潜入者を排除、これをねちょっとやっていきたいな。と
とりあえず、こことか、メトロへ行くのね。メトロへ行くのとは別に、そのオプションはどこにあるわけ？オプションはどこに行けば。でもまあこれ以上進みようがないな。ちょっと、奥に行ってみようか。奥でそのね、セキュリティ違反のやつらに出会うのかもしれない。とりあえず行ってみよう。タイトル専用メトロ、まあ損傷を受けてるって言ってるんだね。あ、でもここに入ったらもうなんかクエストが進むんじゃないか。うわうわ、なんか不穏な雰囲気が。うわフェラルグール、うわグールとロボットが戦ってんのか。うわでももう、これは襲ってこないんだよね。よし。ロボットは襲ってこない。でも、グールがいっぱいいるのか。侵入者っていうのはもうグールか。グールのことだな。あ、リーバーか。よし。じゃあ、こういう奴らを倒して。あ、警戒ロボット強いな。こっちでも戦ってる？あっちの方でなんかすごいいっぱい。うわっ、なになになに、なんだこの音は。うわうわ、なんかなんだこれ。うわちょちょちょ、待って待って、やばいなこれ。やばいぞ、それ。クロスが結構食らってるな。やばい。やばい、そんな中央に入っていったらやばいぞ。やばいな。ガースライフル。うわあ、死んだ。いやー、それはちょっと待て。クロスが死んだ。ないぞお前、もう瀕死じゃないか。何かお前はちょっと別れた方がいいかもしれないな。ちょっとな、当たんね。
まあ生きてるか、おい。いやまだいるのか。うわぁ、まだいるのか。やったやったー。いやー、未だかつてないほどのこの、うわー、ちょっとみんな大丈夫か。いやー、最大のピンチというか、もうカロン、回復してるか、みんな。よし、よかった。ヒュー、これはさあ、片付いてんのか、これで。いやー、びっくりしたよ。かーね、こっちは行き止まり。さあ、銃声がしたけど、まだグールがいるのか。いるんだな、クソ。どっからだ、後ろからか。まあ、リーバーじゃなければ大丈夫だ。リーバーじゃなきゃ大丈夫だが。わっ、あ、排除できた。うん、あ、これで終わりか。うん、これマーゴットにまた話しかければいいのかな。とりあえずなんか、うん、大丈夫だったみたいだな。ああ、骨になっちゃったですね。うん、さあ、セキュリティ違反。うん。すでに対処済みです。あいつらのことか。いやー、ひどかったよね、あれね。まあ、22% ぐらいの保存症だったら、もう 全力投入してね。で、どうすんの？大統領専用メトロ。いや、うん。本複合施設、アダムス空軍基地行き。地表へ通じるドアが開放。まあでもなんか何かをしたっていう、全然そういう話になってないな。うん、とりあえず先に進めばいいのか。オプションはね、うん、クリアしたってことなのか、これで。ちょっと分かりづらかったけど。はいはい。クロスもね、また死ぬようなことがね起こるんだって、ちょっと戻した方がいいかもしれないなというところですよね。カロンと、うん、あ、ここか。これだな。乗れるんだな、これに多分。あ、これは？これは開けられません。うん。ここも開けられません。こっちは？これ何？奥の部屋か。なんか面白いものあんのかな。まあ、と、うん、弾薬箱と。今更何もそんなにないか。うん、よし。クロスなぁ。ちょっと死んじゃうなんて。これか。これに乗っていくんだな、じゃあな。よし、わかった。ちょっと待って。わ、これか。これぶっ壊れてんの。いや、でも修理したんだよな、多分ね。うん。修理したんだよね。まぁ、ちょっとまぁ、電車に行ってみればわかる。乗ってみればわかるよね、これ。妨害してるわけじゃないけどさ。あ、ここ？これか。
これついてくんのかな、コンパニオン。ちょっと心配だからちょっとセーブしてみようかな。まあついてこないんだったらもう来ないでしょうがないけどね。うわっ、うわ、動いてる動いてるけど、これほんとちゃんと、うわジェットコースターねアトラクションみたいなね、戦闘してんの見ながらこう、ああ着いた。ちゃんといるのかこれコンパニオン。ははいた、よかった、ついてきてたね。うん、でこれ、うん、なんか違うとこに来たっぽくないけど、一応近いとこに来てんのかねこれね。アダムス空軍基地に来てんのね、多分これは。うん、そうですか。さあついにね、敵の本拠地で着いたのかこれは。ここから何がいるんだここ。ん、敵だ。うわ、ちょっと待ってなー、うわー、ちょっとかなり適当になってるロックピックが。うわ、ちょっと待って、何ここ。あ、エンクレーブか。うわ、いきなりエンクレーブかい。まあお前らはあんま怖くない、リーバーに比べたら。お前らは別に大したこと。うわ、タレットまで、タレットの方が強い、エンクレブより。クソ、隠れやがってだよ。お前は大丈夫、来ちゃうよね。なんだここ、よいしょ、とりあえずもう先へ進もう。うん、出た、ついにねアダムス空軍基地へ行くと。うん、よし、アダムス空軍基地たどり着いた。ここもだだっ広いのかな、すごい。まあ、初めて見るのでね。果たしてどんなとこなのか。あ、夜か。夜か。